やっちゃうよ。乾杯。まあもともとね、天気予報はこんな感じだったんですよ。まあ今まで上出来だったんだけど、ついに来ましたね。で、今からね、小瀬沼ヒュッテの、まあ、テラスをお借りして、まあ、今回のキャンプのね、メインイベントなんですけど、また何かを作って食べたいなと思います。はい、ここはね、小瀬沼ヒュッテさんの、まあ、玄関、左っ側ですね。こう物干し場なんですけど、試合員さんの、まあ、許可いただいたんで、まあ、ここでね、ちょっとなんか作っていきたいと思います。乾杯。乾杯。で、これはね、ユニフレームのチビパンです。で、このチビパンでね、何をやるかってことなんですけど、はい、じゃん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 、まあピザですね。スーパーで買ったやつじゃなくて、全部カブママが家で作ってきました。で、今日はね、まあ、これを、まあ、チーズが溶けるぐらい熱を加えて熱々のねピザを食べたいと思います。カブ家オリジナルのやり方があるんですよ。まあ、これ鉄ですけど、これを十分に温めます。はい、表面の色が、まあ、若干変わった程度で大丈夫です。はい、はい、そしたら、ね、バーナーをね付け替えます。はい、これ外のね、ゴーってやつ。じゃあ乗っけてください。はい、はい、それではね、一気にいきます。ですので、まあ、このバーナーで、まあ、最後とどめね、熱を加えれば熱々の出来たてピザが食べれます。できた。はい、はい、なんかさ、すっげえいい匂いなんだけど、できた。じゃじゃん。これカブママのサラダです。
まいね、このシーザードレッシング、うん、いやね、これね、やってて面白い、これすごい面白い。これ、あれ地元のマイタケです。マイタケですか。マイタケの天ぷらと、これ、はい、岩波味噌って言って、岩波味噌、はい、すいません、大したものじゃなくても、いや、申し訳ないです、ありがとうございます。もう支配人、ありがとうございます。珍味中の珍味じゃない、岩波味噌、マイタケ、ね、マイタケ大好き。岩波味噌だ。大勢の珍味中の珍味になる。一言で言うと、バカうま。あのね、さっきまでのサラミで野菜が終わって、で今度はね、マルゲリータ。ちょっとね、これ見てるだけじゃね、違いが分かんないですけど。食わないと分かんない。マルゲリータすごくね、これこのバジルのね香りがもうすごくいいです。いただきます。うん、完全ピザハットには勝ってる、うん、はい、今度はねシーフードです。例のごとくね、この段階ではシーフードかどうか全く分かりません。シーフード。これ見る限りだとね、Cの部分が見えてこない。どこにCがいるんだか。はい、食べれば分かるシーフード。いただきます。あ、うん。シーフードでしょ。うん、これ何、これシーはシーフードミックス。シーフードミックスだって、はい、茹でて、うん、茹でて冷ましてからこせてきた。うん、なるほど。うん、うまい。今までの中でこれが一番うまいかもしれない。本当、うん、これが一番俺に合ってる、うん。で後ろをね、ある程度熱を加えた状態でパカッ、はい、一番香りが出るじゃん、うん、すっげーいいね。うわ、これ熱々すごいよ、これ大勢の山奥で食ってるものじゃないよ、これ磯の香りするし、うん、本当だ、磯の香り、大洗あたりの海の匂いだな、これな、ね。
そう。はい、おはようございます。よく見てます。あ、ありがとうございます。大勢来られたら、もしかしたらいるかなと思って。1年ぶりに山友のやっちゃんご夫婦と偶然お会いしました。3、2、1、グー。さあ今日はね、カブママがいろいろ用意してきたんで、ハムエッグか、ハムエッグとこのトマトがね、昨日佐藤ガイドにいただいたトマトですね。なんかすっごい大きくてね、美味しそうだねこれ。それとこれがね、オリーブオイルですね。もう一瓶、うちはあのオリーブオイルが好きなんで、あと塩コショウですね。あとこれがまあ足んなければスープパスタで、これがね、今日はねパンは焼かないですね。これクロワッサンで、これが食パンだね。食パンっていうとあれだけど、いいパンだね。あ、パンドミだ。
ハム入れるの忘れました。はい、今日のね朝ごはんができました。まずね、真っ先にこれ佐藤ガイドからいただいた南会津のすんごく美味しいトマト、味付けはオリーブオイルとお塩です。でこれがね、まあ、ハム焼くと言いたいところなんですけど、まあ、ちょっとね形が残念なんですが、僕はねバカやっちゃってね、先に卵焼いちゃったんです。で後でハム焼いて、まあ胃の中入っちゃえば一緒なんですけどね、なんちゃってハムエッグ。それとパンはね、今朝は焼かなくていいパン、これねパンドミなんですよ、すっごく美味しいです。それとクロワッサン。以上、こんな感じで朝ごはんを食べます。味が濃い、うん、すごく美味しい。南会津トマト有名だからね。うちではね、うちではというか僕だけだけど、ハムエッグには、ね、ソースかける。非常に美味しかったです。大満足だね、うん。ごちそうさまでした。これはね、ただのテーブルクロスじゃないんですよ。何年素材でできてるんで、ストーブの、ね、下に敷くにはちょうどいいです。見た目もね、こうネイビーのね、いい感じの色なんで、まあ、普通に、まあ、テーブルクロスとしてね、使っても全然 OK です。昨日ね、まあ、一緒にあのピザ食べたりビール飲んだりした、荒木くまんさんご一家と、まあ、最後ねお別れのグーをして、終わりにしたいと思います。はい、3、2、1、グーグー。はい、撤収終わりました。雨の中だったんで、まあ、かなりね適当にザックの中詰め込んじゃったんですけど、まあそういうことでね、結構大きめのザック持ってきてよかったです。はい、それでは、はい、おお、おお、青空が出てきたよ。素晴らしい。はい、晴れてくれました。
じゃん。イエーイ。この2日間にね、渡って、恒例の小瀬沼キャンプを実施しました。お天気はね、まああんまりいい予報ではなかったのは分かってたんですけど、でもやっぱりね、こうやって来ればね、青空も拝めるし、綺麗な日打ちも、小瀬沼も拝めるんで、やっぱり来てよかったと思います。小瀬沼キャンプ2021。はい、これで終わりです。ご視聴ありがとうございました。カパパでした。